ヒューネックス。ドラマティッククリエイト。エフェメラル、ファンタジー・オン・ダーク。さあ、始めるぞ。ねえ、楽しそうにしてるところ悪いけど、何か忘れてない？あんた、今日は日直じゃなかった？次の授業で使う備品、持ってきたの？手伝おうか？エリカ、どうしたの？彼女が心配？心配っていうか、そろそろ、あの子たちがおとなしくしてないんじゃないかと思うのよね。あの子たち？レイ、そのこと分かってるのかしら。いたわ、あの子よ。許さないんだから。
だわ。マヤ、まったく、階段から足を踏み外すだなんて、君はおっちょこちょいなんだな。まあ、打撲だけで済んでよかったよ。しばらくあざは残るだろうけどね。おや、頬のところちょっと切れてるね。擦り傷程度だから大丈夫だと思うけど、念のためガーゼを貼っておこうか。次からは気をつけるんだよ。当たり前だが、君も女の子なんだと思ってね。顔に傷がつくのは嫌かい？それだけ？腕や足にできた打撲にはそれほど憂いた顔を見せなかったじゃないか。思う相手が面食いだと苦労しそうだね。ここにいたか。なんだその言い草は。お前が足を引きずって歩いていくのを見たというやつが俺にわざわざ伝えに来たんだ。だから仕方なく迎えに来てやったんだろう。それがどうした？お前は俺のものだ。自分の所有物を取りに来て何が悪い？青春だね、少年。それは俺に言っているんですか？俺はもう少年では。まだまだ未熟なものを少年と呼ぶんだよ。君は賢いけれど言葉が足りないね。おい、行くぞ。
あ、気をつけて。うるさい、おとなしく歩け。なぜ俺がお前の歩調に合わせなくてはならない。面倒な女だ。包丁を合わせてやったろう。お前は俺に手をつながれてることが嫌なのか？けどなんだ、はっきり言え。嫌なら話してやる。代わりに殺す。どっちだ、嫌なのか？おい、ならよし。お前のそういうところは好ましい。お前はバカで空気も読めないが、だからこそ自分の心に嘘をつくような真似はしないだろう。それだからこそ、お前の嫌じゃないという言葉を素直に信じられる。どう聞いても褒めているだろうが。お前はバカだが媚びない、打算で動かない。だから行動が読みづらい時もあるが、まあそれはそれで面白い。俺にそう思われるだけありがたく思え。俺が面白いと思うものなどそう多くないんだ。それはそうと、お前のこの顔の傷だ。こんな怪我を誰が許した？
黙れ。お前は俺のものだと言っただろう。勝手に怪我をするなど許さない。さっきお前が怪我をしたと聞いたとき決めた。お前は読めない。まっすぐで面白い。そしてこの顔も俺好みで美しい。血はまずいが、それを補ってあまりあるメリットがあると判断した。だからお前を俺のものにする。その声も悪くない。お前は俺の中でのみ生きればいい。お前のすべてを俺によこせ。お前はもう一人で動くな。なんだ、なぜ泣く。泣くほど嬉しいのか。なら何を泣く。お前の顔の傷なら大丈夫だ。あと数時間もあれば細胞は完全に元に戻るだろう。泣くな。レイ。あ、バカ、様をつけろよ。おい、お邪魔だろ。行くぞ。失礼しました。今日が覚めた。はあ。
権力者は恐れられてこそだろう。この世界は力社会だしな。そもそも俺は別に優しくない。あれはお前だからだ。他のやつになどするか。ああ、お前は美しい。吸血鬼は美しいものに目がない。だから最初からお前には興味があった。まあ、血がまずいと分かった時点でお前に抱いた興味の半分以上はそがれたが、それ以上にお前という存在が面白いと分かったからな。だから俺はお前を特別に扱う。俺の一番のお気に入りだ。なんだ、どうしてまた泣きそうな顔をする。お前、自分のことなのにわからないのか。まあ、お前はバカだからな。仕方ないのかもしれない。気に病むな。さて、教室に戻るぞ。